皆様ごきげんよう、案内人のワンダーです。今回はジョセフさんが8月24日に配信した視聴者からの質問に答える Q&A の3回目をご紹介します。視聴者からの Q&A。 次の質問は、人類は一体どこからやってきたのか、真の歴史を知ることはできますか？まず前回の文明の終わりはいつだったのかについてはまだよくわかっていません。ホピ族の伝説によれば今は4番目の文明だそうです。つまり今まで3つの文明が崩壊し、この4つ目の文明も崩壊間際であり、第5文明に差し掛かろうとしています。古代シュメールについて言えば正確に伝わっているかどうかの問題があります。あらゆる伝説が陰謀論で片付けられ、ホピ族の伝説で言うところの赤いカチーナからアヌンナキが地球に降り立ち、その星が地球に近づけばそれはやりやすくなります。彼らは自分の星を救うために地球に金を求めてやってきました。そこで金を採掘するための奴隷を作ることを決意し、異なる DNA を掛け合わせました。そのことはシュメールやメソポタミアの伝説でも語られています。古代エジプトの彫刻には半人半獣の彫刻があり、また聖書には9フィートもある巨人ネフィリムについて書かれています。もしそのような存在を見たと言った途端に叩かれるでしょう。このように本当の歴史は何度も書き換えられて歪曲されてきました。実は考えられないようなことが真実であることもあるのです。アフリカでは賢者と呼ばれる人がいて2020年に80歳で亡くなられましたが、粘土でできた1000年以上前の頭蓋骨のネックレスをかけていました。若い頃にレプティリアンの本を読んだ時はただ本を売りたくて出まかせを書いていると思ったものです。しかしシャーマンに会い、多くの宇宙の種族たちが地球に来たことを知り真実に目覚めました。地球は宇宙で唯一様々な種族が共に暮らしている星です。他の星ではグレイだけであったり、レプティリアンだけであるのが普通です。地球ではネガティブな影響が出ることがありますが、異なる波動を持つ種族が集まればそれもわかります。質問された真実の歴史について言えばこれから数十年にわたり多くの英知が表に出てきます。予言だけでなく古代の技術や知恵を突然私たちが目にすることもあるでしょう。スピリットによればその知識を開花するために太陽光が大きな役割を果たすそうです。人々の知識と英知のレベルを上げますが、それこそが闇側の悪人たちが最も恐れていることなのです。闇側は私たち以上に予言を知っているので太陽光を防ごうとします。予言の日が来て人々が完全に真実に目覚めてしまう前に日光を止めたいのです。2032年までに人々は新地球連邦の世界に入っているでしょう。その話はスピリットから30年も前に聞きました。そして地球を再建するのです。その日から私は様々な本を読み、スピリットからも情報を得て、ペルーに修行に出た2017年にスピリットから2025年から2032年までの間は人類にとって歴史上かつてないほどの受難の時代となると教わりました。ペルーに行った時にシャーマンから先祖から伝わる地殻変動の話などを聞き、それがいつ起こるのかと質問したところ2025年から2032年の間と答えました。つまりスピリットが言ったことと重なったのです。そのことに関する7年の受難の動画を以前作りましたが、2025年は数秘術で9を表し、周期の終わりや死を表す数となります。2025年から2032年までは7年あり、また2032年は数秘術では7を表します。これで明らかなことは人類は2032年までに完全に目覚めて次の段階へと進むのです。これで全ての辻褄が合います。これから多くの英知が地球に降り注ぎますが、9月12日から13日にかけて巨大な太陽フレアが地球に到来し、
そこからさらなる英知が人類に与えられ、それを実行する人たちが現れるのです。人類はこれから2032年にかけて親切にかつ他人を思いやれる存在になれるのでしょうか、という質問がありましたが、もちろんその通りです。2032年までに人類は覚醒し、愛に基づいた国づくりをして黄金時代を迎えます。人々が団結すれば大きな動きが起きます。9.11 の直後、アメリカ人は偉大な存在となりましたが、その2年後にまた惨めな状態へと戻ってしまいました。予言の通り人々は覚醒し、それはそのような波動が地球に到達するからです。これはとても素晴らしいことであり、闇を打ち倒す原動力となります。それを闇側も分かっているからこそ全力で阻止しようとしてきます。ケミトレイルなど、口に出せば陰謀論と呼ばれる様々な方法を使ってくるのです。気象操作はすでに政府も認めていますし、ビル・ゲイツは多くの飛行機を飛ばしては太陽光を遮る工作をしています。しかしスピリットによれば、彼らの工作はことごとく失敗に終わっているそうです。ですので2032年には人々の波動は高くなり、低い波動の人はいなくなります。ホピ族や他の原住民も言っていますが、伝統的なやり方に回帰すべきなのです。スピリットによれば、伝統的な方法に戻った人だけが心の平安を得ることができ、狂った地球上にあったとしても癒しを得られるのです。今多くの人の魂は空っぽであり、目には生命がありません。惑星ニビルなどの偉大なる浄化の時が近づくにつれ、多くの人は幽霊のように街をうろつき始めます。谷間には人工的な山が築かれます。ここでいう人々が幽霊のようにうろつく状態はすでにゾンビドラッグにより実現しています。そのような人たちの足取りは重く痛々しく感じられ、まるで魂から切り離されたかのようです。双子が地球に舞い降りた時、彼らは消滅します。まるでキリストの再臨があるかのようなお話ですね。まさに今この時代が来ていることを 100% 確信しています。次の質問は、長引く GM やフォードやクライスラーでのストライキについてどう思いますか、という内容ですが、ハリウッドでもストライキが起きる時代ですので、このような会社でストライキが起きても不思議ではありません。人々はもう我慢の限界に来ています。水星逆行により人々の感情は逆なでされ、失った権利を取り戻そうとするでしょう。それがこれらの自動車会社で起きてもおかしくはありません。ですが、信じられないお話ですが、 JB は将来自動車会社を潰しにかかります。ハワイの被災者やオハイオにいる被災者は助けようともせず、ただ私たちの血税を他国へつぎ込んでいます。そして代理戦争を起こしているのです。どうしてこのような所業が許されるのでしょうか。いかがでしょうか。2020年に亡くなったズールー族のシャーマンにクレドムトワがいますが、彼は98歳でした。おそらく彼のことだと思うのですが、宇宙人の肉を食べた人物として知られています。彼に関するお話はワンダーウォールでも動画を作っています。概要欄に貼っておきますので、興味のある方はご覧になってください。こちらで配信できないお話や、審査に落ちて配信できなかった動画などはメディアブルで配信中です。概要欄にリンクがありますので、ぜひ一度訪れてみてください。今回の動画気に入っていただけたら、チャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。